先生と申します。私たちを温かく研究してくださってありがとうございました。お忙しい中わざわざ来てくださった安倍昭恵様、ミャンマー大使ピマテ様と奥様、岡崎市長の内田様、来園の皆様とトマスファミリーの皆様、ありがとうございました。私たちはジェネシス 2.0 の歴史の文化14人として来日して6日間にたくさんのことを学ぶことができました。私は日本の文化と貴族正しさ、礼儀正しさについて発表したいと思います。日本では民族衣装を大切にしていることを知りました。それはミャンマーと同じです。まだ食事する前にいただきますと挨拶をしてから食べますが、ミャンマーではそういう習慣はあまりありません。日本の方は年上や年下関係なくお互いに挨拶します。それは日本のとてもいい習慣だと思います。先日岡崎城へ来ました。徳川家康という日本の有名で歴史的な人物についても学ぶことができました。たくさん勉強になりました。また匠の会でもいろいろ体験させていただきました。岡崎市にこのようなたくさんの中小企業の方々がたくさん集まっていることに驚きました。続きまして私が一番驚いたことは電車やバスが時間通りに来ることです。それは今では考えないことです。ゴミについてもちゃんと分けて捨てる習慣がみんなついています。子供たちでも学校に行くとき車がなくても赤信号では渡らないで待ってから渡ることにびっくりしました。みんな子供も大人も規則正しく生活していることは学ぶべきことだと思います。こんにちは。私は日本の教育についてまた日本とミャンマーの違いについて発表したいと思います。先日小学校と中学校を見学させていただきました。その時に日本のちゃんとした義務教育について知りました。日本では学生を中心とした教育を行っています。ですがミャンマーでは先生を中心とした教育を行っています。日本の学校では給食がありますので栄養が良くて精神的にも安定していると思います。教材もたくさんあります。座学だけではなくて実技もとても充実していると思います。学校ではクラブ活動もあり勉強だけではなくて運動にも力に入れています。はい、私たちは日本語学科の学生です。日本語を学んであんまり日にちがありません。この発表で日本語が間違っていたり聞きにくかったらお許しください。ありがとうございました。